を求めます。笠井亮君。笠井君。特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案に対する日本共産党の修正案について、その提案理由及び趣旨をご説明申し上げます。急成長を遂げてきた GAFA と呼ばれる巨大 IT 企業をめぐって、個人情報収集や税逃れ、労働者の使い捨てなどが大問題となっています。世界各国は規制や課税の強化に乗り出しています。本法案はデジタルプラットフォーマーの育成の側面とともに、中小企業への優越的地位の乱用の是正を求める声に応え、取引の透明化と国への定期報告を義務づけるなどの規制の側面がありますが、より実効性のある規制を行うために本修正案を提出することとしました。以下、本修正案の主な内容についてご説明申し上げます。修正案は第一に、デジタルプラットフォーマーの自主性に配慮する国の関与と規制を最小限にする等の文言を削除することで、本法案の目的、基本理念が国の適切な関与と規制の下で、広くデジタルプラットフォーマーに透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを明確にすることです。第二に、政府自身が検討段階で提示していたにもかかわらず、法案から削除された4つの禁止行為、すなわち競合商品を拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示、一方的な不利益変更を法定化するものです。これにより、デジタルプラットフォーマーによる独禁法違反の未然防止につなげます。第3に、先に挙げた4つの禁止行為に違反すると、経産大臣が認めるときは、公正取引委員会へ措置請求を行うものとし、このうち優越的地位の乱用違反に当たる場合の課徴金の算定率を引き上げるものです。繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。第4に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者との間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について、速やかに検討し、所要の措置を講じるものとするものです。なお、参考人質疑で、労働は商品ではないとの指摘があったことを踏まえ、商品等を商品役務等に置き換えるなど、用語の整理を行っております。以上が本修正案の趣旨であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案、及びこれに対する修正案について採決いたします。まず、笠井亮君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって本修正案は否決されました。次に、原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました法律案に対し、武藤洋司君ほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主国民社保無所属フォーラム、公明党、日本共産党および日本維新の会無所属の会の5派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨